坂本つつみ弁護士一家殺害事件。坂本つつみ弁護士一家殺害事件は、1989年、平成元年11月4日に、旧オウム真理教の幹部6人が、オウム真理教問題に取り組んでいた、弁護士で、あっ坂本つつみ、当時33歳と家族の3人を殺害した、事件である。横浜法律事務所に所属していた、坂本つつみ弁護士は、 江川翔子からの紹介で、出家信者の母親から、息子のオウム心理教脱会について相談されたことが、きっかけとなり、1989年、平成元年5月から、オウム心理教の反社会性を批判、追求し、オウム心理教被害者の会を組織していた。同年9月、サンデー毎日で、オウム心理教の狂気特集がスタートし、オウム批判が強まる中、 坂本弁護士も取材を受けるようになった。オウム心理教に対して批判的な記事を書いていたサンデー毎日の出版を差し止めるべく、出版元である毎日新聞社本社の爆破計画があった。2トントラックに爆弾を搭載し、臨転機があるはずのパレスサイドビルディング地下階に突っ込んで爆発させればサンデー毎日の出版を停止できるという計画だった。 爆弾は村井秀夫が作る予定であった。しかし、トラックが地下に入れないことと、そもそもサンデー毎日がパレスサイドビルディング地下海の臨天機で印刷されているかが不明であったことにより、計画は暗礁に乗り上げた。代替案として直接爆弾を設置する計画があったが、早川則り衆がオウム心理教のビラを千代田区一橋の毎日新聞社に置いてきたため、 証拠を残してしまうことから頓挫した。同年10月26日、上祐文博、青山義信、早川則りよ衆は、坂本弁護士のインタビューを撮影した TBS テレビに抗議して、放送を中止させる TBS ビデオ問題。インタビュービデオの中で、坂本は、信者の家族の苦しみが置き去りにされている、宗教を利用したインチキ商法になっているのであれば、 断罪されるべき、孫子に超能力で飛んだり投資するを実演して、欲しいと頼んだが、それはできないとのことだった。地のイニシエーションは、詐欺などと発言していた。上友、青山、早川は10月31日には、横浜にある坂本の事務所で、訴訟回避に向けた交渉を行ったが、坂本は、朝原の DNA 培養物を高額で売り付ける、DNA のイニシエーション。 オウム真理教の修行を、昭和インチキであり、京都大学が認めたなどと宣伝しているが、そのような事実はなかったなどの指摘を行い、訴訟の意思を変えなかった。信教の自由があるという上流に対し坂本は、人を不幸にする自由などないと言って、交渉は決裂する。坂本弁護士は、オウム真理教の宗教法人の認可取り消しなどの民事訴訟の準備に入った。 また被害者の会も、水中訓馬かや、空中不要を公開の場で行えと要求してきた。同年11月2日か3日頃、朝原は、オウム心理教幹部である、村井秀夫、早川則りよ岡崎一名、新見智光、中川智政を、サティアンビル、後の第一サティアンに集め、右手の親指と、人差し指で輪を作っては、軸、コアのサインをして、 もう今の世の中は汚れきっておる。もうバジラヤーナを取り入れていくしかないんだから、お前たちも覚悟しろよ。今、ポアをしなければいけない問題となる人物は、誰と思うと問い詰めた。当初、サンデー毎日の編集長を務めていた、マキタロウを帰宅途中に抑え込み殺害するという計画であったが、マキタロウは多忙ゆえ帰宅を襲いにくいため、計画は、立ち消えとなった。そこで、朝原は、 牧太郎ではない。坂本弁護士であると言って、突然標的を坂本つつみに変更した。坂本つつみは、サンデー毎日のネタ元とされていた。なお早川のりよしゅうは、牧太郎でマくいきなり坂本の名前が出たと、証言している。そして、坂本弁護士をポアするんだよ、ポアするんだよ、ポア。話しても無駄だから、ポアするんだなどと言い。 坂本弁護士を塩化カリウムで殺害するよう指示した。塩化カリウムは中川が全勤務していた。大阪鉄道病院から盗んだほか、村井も独自入手していた。また、腕力のある人材が欲しくなったので、メンバーに橋本悟も加え、破本には早川から坂本つつみという弁護士をただちポアすることとなったと伝えられた。坂本弁護士の活動は、 真理党からの出馬を予定している翌年、1990年の総選挙や、今後の教団の発展の障害となると考えたことが、同期とされる。朝原の検察官面前聴取によると、自分、朝原への誹謗中傷はいいが、真理への妨害は許されないため、坂本弁護士が悪号を積む前にポアしたと語っている。3日、熊本県在住の在家信徒の弁護士から、 坂本弁護士の住所を電話で聞き出し、午前9時頃に実行犯らは村井の専用送迎車だった日産ブルーバードとイスズビックホーンに分譲し出発した。途中で杉並の教団マンション、川坂妙木にあった船体に向かい、2台の更新用の無線機を林康夫が用意し、ついでにカツラなどで変装した。村井は長髪、新見はアフロ。 岡崎は73は毛にメガネであったという。その後新宿でスーツなどを買い、横浜へ向かった。予定では、坂本弁護士が通勤で利用する横浜市磯子区の陽光台駅付近で待ち伏せし、車に連れ込み塩化カリウムを注射して殺害し、遺体をそのまま運び去ろうとしたが、この日は祝日であることを中川以外忘れていたため坂本弁護士は現れなかった。 中川が祝日であることを発言すると、新見は中川を指さして、賢いと褒めた。このため、道区にある坂本弁護士の自宅に向かう。午後10時、岡崎が坂本家に向かうと、ドアに鍵がかかっていないことが判明した。早川がこれを朝原に電話連絡した。電話では、坂本弁護士の付属物すなわち家族をどうするかが検討された。浅原は、 ほほう、そうか。じゃ、入ればいいじゃないか。家族を巻き添えにすることはしょうがないんじゃないか。一緒にやるしかないだろう。と、一家全員の殺害を命令した。朝原は、検事長所の中でこの時の心境を、私は一瞬、子供のことが頭に浮かびましたが、私も小さい時から、親から離れて苦労しており、子供だけ生き残らせても逆に残酷だと思い、 殺害を許可したと語っている。念のため、早川と新見が、ブルーバードで、陽光台駅に向かい、他の4人は、坂本弁護士宅近くに止めた、ビッグホーン内で待機し、最終電車まで待ったが、坂本弁護士は、現れず、家にいると判断し、翌11月4日午前3時頃、自宅に侵入、寝ている、坂本弁護士一家を発見した。抵抗が激しく、 中川が手間取ったため誰にも塩化カリウムをしっかり、打てず、窒息させて、一家全員を殺害した。遺体は、ビッグホーンで上喰意識村へ運ばれた。その後、ブルーバード、ビッグホーン、松田ボンゴに分け、坂本弁護士は、新潟県西区引群灘地町、現、上越市の山中に、妻は、富山県魚津市別またの林道別またが、竹仙脇に、 長男は長野県大町市日光山の山中に服を脱がして埋められた。遺体の処理は乱暴で歯型から身元がわからぬようにと、村井は歯型を潰そうと、ひさげ、坂本包つつの歯を鶴橋で叩きつけたり、岡崎、村井、新見が鶴橋や石で坂本包つつの顔を潰そうとしたりしていた。遺棄現場の新潟でケーキ漬けに、早川が買ってきたベニズワイガニの殻と一緒に、 ご同然に埋められた。ビッグホーンとブルーバードは、海中投棄する予定であったが中止された。殺害の際に、中川が、プルシャ、オウム心理教のバッジを部屋に落としたため当初から、オウム反公説が疑われることとなった。坂本包弁護士に関し教団が、記者会見し、現場に落ちていたプルシャについて、坂本弁護士が被害者の会の親から預かったものか、第三者が、 故意に置いたと考えるのが、自然、警察からは、事情聴を受けていない、申し入れがあれば、捜査に協力すると発表した。この時、集中修行は11月いっぱいまでという説明をした。前夜の会見を受けてか日曜日にもかかわらず、神奈川県警察は、教団幹部に、事情聴取を申し入れたが、教団側は、修行を理由に、事情聴取を拒否、捜査本部では、 責任者の集中修行が終わるのを待ってらためて事情聴取を求める方針になってしまった。その一方で、朝原はある出版社のインタビューに応じる約束を入れていた。11月18日の会見で示し11月19日に幹部事情聴取を拒否した理由である集中修行の期間であるにもかかわらず、幹部が KLM でアムステルダムに出国してしまった。 しかもこれは11月20日出発の予定がエンジントラブルで1日遅れたものだった。教団側はボンとニューヨークの支部に行く予定が以前から決まっていた、旨説明したが、11月21日と11月27日には、朝原が出演するコンサートが東京で開かれることになっており、11月25日と11月26日には、名古屋で、 説法会を行う予定が入っていた。ボンへ行く目的も当初は不況活動としていたが、現地会見で政治活動や現地のビルの賃貸借契約が切れてしまうでお金を払わなければならない。本当は11月15日に行かなければならなかったと言い出している。岡崎は後に裁判でこの旅行は警察やマスコミから逃れることが目的であったと述べている。同日。 弁護士有志の団体として、坂本弁護士と家族を救う、全国弁護士の会が結成され、1995年、平成7年9月に遺体が発見されるまでの間、坂本弁護士一家を救うべく、日本全国規模で、チラシ等の配布やキャラバン活動が展開された。教団は、ボンで会見。坂本筒弁護士失踪は、横浜法律事務所が仕組んだ狂言だと主張。 その後もテレビなどで被害者の会の親が子供から取り上げたバッジを坂本氏の部屋に置いたと主張した。同行した報道関係者によると現地ではほとんど支部建物に子守、不況や政治活動をしている形跡はなかった。一行にはドイツ語を話せる者がおらず、ボン支部へも道に迷い語学が堪能な記者が見えて教えたという。一行は ニューヨークから帰国後テレビの生番組にフル出演、その後インドに渡り、年末に帰国した。失踪当初、坂本弁護士が所属していた横浜法律事務所等の関係者からは、オウム真理教の関与を指摘する声があったが、神奈川県警察は事件性は不明であるとの認識であった。これは、横浜法律事務所は、リベラル色が強く、日本共産党系とされる、 自由放送団に所属しており、横浜法律事務所が、労働問題、国労横浜人活断圧事件で、神奈川県警が、誤認逮捕や日本共産党部宅等庁事件において、警察側と対立していた上、坂本が、労働運動弁護を行っていたことから、神奈川県警察が、反共主義的な意識、これは、日本の警察すべてに共通するから坂本を心よく、 思っておら、捜査も手抜きをしているという批判があった。江川翔子によると、神奈川県警幹部は、横浜法律事務所の言うように拉致だ。拉致だ言ってると、今に恥をかくぞ。横浜法律事務所の弁護士たちが、マスコミに、ベラベラ喋るので困るなどと言っていた。また、遺族の家に来て、本棚の本のタイトルを記録し、思想調査をしていた。 横浜法律事務所の弁護士の訴えに対して必要以上に慎重な姿勢をとっていたのではないかとの疑念も残る。特に国労横浜人活断圧事件は坂本が主に担当していた。ただでさえ反権力志向とされる在野放送の中でも特に日本共産党系とされる弁護士らは警察と対立する立場にあった。そのため記者クラブにおいて 神奈川県警は、坂本弁護士は、借金を抱えて失踪した、仕事で得た大金を持ったまま逃げた、学生時代から、関わりのある、共産主義過激派の内下馬に巻き込まれたなどの事実、無根の噂新聞社数社に流している。しかも、それと同時に、神奈川県警は、任意の失踪の可能性は五分五分取り行くしている。オウムもこれに便乗し、労働運動などが関係している。 犯行現場にわざわざプルシャを落とすことは明らかに不自然であり暴略と主張した。この神奈川県警の不手際は、オウムの暴走を許す結果となり、松本サリン事件や地下鉄、サリン事件など多くのオウム事件が発生することになった。一方で、事件当時に横浜地方検察庁検事制であった佐藤道夫は、この批判は的外れとし、県警は、オウムの関与は、 間違いないだろうと判断しており、ことの性質上、捜査の方向や進捗状況を明らかにするわけにいかなかった。あの時点では、家宅捜索なりを行うことも無理であったとしている。相手が宗教団体というのは大きな壁であった。オウム側は盛んにメディア進出を行い、テレビ番組に出演したり有名人と朝原の対談などを行い潔白を主張するようになった。 これもあってオウムへの権威は次第に薄れていった。朝原は中沢真一との対談でオウム真理教がそんな事件をやる意味は全く見当たらないのですと断言した。実行犯の一人である岡崎は真理党候補として立候補した第39回衆議院議員総選挙の選挙運動中の1990年2月10日に突然3億円の現金を持ち逃げして 教団を脱走する。その後、朝原に電話をかけ、口止め料として、現金1000万円を要求。現在の所持金が170万円であることを伝えると、朝原は差し引き830万円を振り込むことを約束した。さらに岡崎は、新潟県内より、長男の名前が眠っている。早くお願い、助けて。 という手書きの手紙と目印の写真及び地図を匿名で1990年平成2年2月16日付の即達で神奈川県警察に送し神奈川県警察は長野県警察と合同で地図の示す場所を捜索するものの発見できなかったこの時遺体は目と鼻の先にあった警察は手紙を出したのは岡崎ではないかと感じており 岡崎に対し嘘発見器も投入して事情聴取を行った。だが、岡崎はオームバッシングの話題をそらすために嘘の投書を送っただけとはぐらかし、事態は行き詰まった。また、事件の1年半後に警察はブルーバードと村井らを事件当日に目撃したという脱会信者の証言を入手、ブルーバードを調べ上げれば必ず手がかりが見つかるはずだと調べたが、 すでにスクラップ工場で解体されていた。実行犯の一人、早川則りおは1990年に、オウム真理教国土利用計画法違反事件で一度逮捕されたが、坂本事件については一切聞かれず、指紋除去の傷のことも指摘されなかった。結局、再捜索は1995年、 平成7年9月の坂本弁護士一家の遺体発見まで行われなかった。また、再捜索は、長野、新潟両県警察と警視庁が行っており、坂本弁護士の地元である神奈川県警察は参加していない。1995年、平成7年春に岡崎一名が自供をしたことで、事件の真相が明らかになった。地下鉄。 サリン事件の起きた1995年3月20日、警察は、オウム心理教の捜査を本格的に開始。そんな中、岡崎が事件をほのめかすような教述を始め、4月6日に真相を語った。岡崎の自供により坂本弁護士一家が殺害されていたことが分かり、同年9月6日、警察による山中の捜索が行われた。同日、 坂本弁護士と妻の遺体が発見された。妻の遺体は、指導化していた。一方、長男の捜索は、難航を極めたが、4日後の9月10日発見された。一家の墓所は、鎌倉、縁楽寺、松霊院にある。坂本弁護士の妻が遺体で発見された場所は、1995年、平成7年9月6日、新潟県と富山県の県境付近である。 林道別又たが竹線の魚津市別又谷の上がり口から数キロの地点の山中であった。発見場所には遺族が木製の慰霊碑を建て、慰霊登山も取り行われている。視察された村井を除き、実行犯全員に死刑判決が出た。1998年10月23日の岡崎、一名一新死刑判決、2000年7月28日の 早川則義よし死刑判決など裁判は進行したが、裁判は、朝原 VS、朝原以外の死刑囚の手術に構図が賠償化され、神奈川県警の不手際といった別の構図が見過ごされてしまった。朝原将校の死刑判決、2004年2月27日の直前には、坂本弁護士の妻の父である、大山智之は、行方不明以降の対応ぶりから、 神奈川県警の捜査は信用できなかった。ずさんな捜査を放置して、法廷だけに真実の発見を求めるのは酷だろう。と述べている。実行犯の死刑は2018年7月6日と7月26日の2回に分けて執行された。首謀者である朝原昌光の死刑執行に際しては、坂本弁護士の母、幸代は、よかったね、安らかにね。 と談話し、大山智之夫妻は、朝原死刑執行まで事件についての講演を依頼されることはなかったという。1989年、平成元年10月26日に、東京放送 TBS のテレビワイドショー番組、三次に会いましょうが、当時社会問題化し始めていた、オウム心理教問題について、坂本堤へインタビューを行ったが、 その情報を察知した、オウム心理教幹部らが、TBS の千代田文室を訪れて抗議したことにより、坂本弁護士のインタビューの放送が中止された。さらに、この時に、TBS 側が、オウム心理教幹部に収録したインタビューのビデオを見せ、この後、同年11月4日に、坂本弁護士一家殺害事件が発生した。こうした経緯から、 TBS は取材源の秘匿というジャーナリズムの原則に反しただけでなく、一家失踪後もビデオをオウム真理教に見せたことを警察や弁護士会に伝えずにオウム真理教をかばい続けと批判された。この影響により三時に会いましょうの後継番組スーパーワイドの放送が打ち切られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。